獣を捕まえて怒っています。君ちゃんちょうだい。はい、帰ってね。はい、マック、あ、マックも入ってね。はいはい、サンボ、おいで。サンボ。おれ。おれ。帰ってだよ。サンボ。帰るよ、はい、てんちゃん。おいで。チロルはい、出ました。はい、今度はあげるかね、チラさんね。待って、よいしょ、ちょっと待ちてよ。はい、おはようございます。いませんね、誰も。てんちゃん、どうも珍しいね、てんちゃん。はい、てんちゃん。はい、8月、12日、金曜日ですね。よいしょ。今日は少ない。まだ5時10分なので、ちょっと今日はちょっとマークさんが病院に行くので、ちょっとですね、早く。なんで最低基準だからな。麦ちゃんは相変わらず不機嫌ですけど、なるってな。はいはい、ゴーちゃん。はい、ゴーちゃん。これはあんた。からこっちだ。今日のトピックスは、この2人、3歳ですね。左がマック。
ロクリア飲ませようと思います。はいで若い人起こしちゃう、あっちの方に来たね。あと誰、はい、おいでよ、クマさん。ピコはいいよ、出なくて。誰が占ってんの、チラさん。うどんなくて、今から美味しいご飯出るよ。はい、おかわりタイムです。ちょっと見ようちゃん、はい、チロル下にいっぱいいてですね、見に来ないんだよな。あれ、入りすぎして、はい、なんだよ、なんでこの食べ方するわけ、この人たちは。自分の前に来るまで食べないわけ。はい、なんだか、みんなお坊ちゃんお嬢さんになっちゃいましたね。今日の先上はないか、思い出した、思い出した、思い出した。そう、行け行け、し行け。行け。行かないわ。連れてきてあげて。パーじゃないじゃん、あんたのご飯じゃないし、翔よ。バカじゃないよ。
ピンちゃんコリコリ好きだね。お腹壊さないとね。ひろたー、お、来た来た、誰だ、チャムおいで、ひろたお、てんちゃん来た。はい、おいで。はいはい、おいで。おいで。はいはい。てんちゃんは、てんちゃんももう3歳になるね。白田くんやっちゃむは2歳。まるちゃん今日お部屋にいたね、さっきね。おいでよ。はい、お散歩行こうね。散歩行こう。ロちゃんいましたね。ロちゃん木に登って休んでましたね。気持ちいいの？ロちゃん。はいね。麦茶もなんか馴染んでますね。今朝から、お姉ちゃんの小麦茶のも出してます。どこ行った？小麦茶。あれ何時泣いてる？涙なの？なんか気持ち悪いとこ泣いてんの？違うよね。したかな？あと。お母さん帰ってきたら聞いてみようね。ご飯は、ちょっとエリカンあまりお腹空くと良くないので少し臨時であげたら上手に食べました。緊張してますね。
あと2時間ぐらいして雪地が来ますから。窓際は大変ですね。肩痛いのにね、入れてくれたの。頑張ったよ。片手じゃ重いでしょ、やっぱもう。マンゴーの方で、2個分送ってくれた、T さんですね、一緒に、その分の礼を今受け取りましたので、ご支援ということで、受け取らせていただきます。ありがとうございます。じゃあ行きちいこう。今、昼の1時です。朝からずっともうフリーにしてるんですけど、フリーにして開けておいたらこんなになってます。ね、お昼寝をここでしております。昼でも空いてたらケージでするわけ、あんたたちは。ここでしております。猫ちゃんはずっと出てるね。今日はちょっと降ったり止んだりでですね、ヤギのつなぎ替えをしにしないといけないね。お、マルちゃん来たね。
ズ、ごめんごめん、気にしちゃったね。ね、また夕方ご飯持ってくるかね。うんうん、まあ今後はしないで、用意してたらもう出てきますね。すごいじわ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 来ましたよ。うん、飲んだ。うん。ここが大事だ、ここのとこ、ここのところだ。ルル。して食べるっていうことはないんですよね。子供たち、大人子供が食べることはあるんですけど、で、先生がトイレ引きこもってますよ。まあ、なんかシャーも言わなくなって、ね、ゆっくりマイペースです。で、もう一匹来てる、ゆきちくんはで、また夕方出てくるね。自分食べてますね。まあまあ、まだ1歳になってない、10ヶ月くらいなので、ずっと全然いいんですけど、子猫ですよね。大きな子だね。いや。